ち。誰もいないですね。へっへっへ、今のうちに発電機を修理しちゃいます。って、なんか心音近づいてきてません？あかんあかん。ここはロッカーに隠れてやり過ごしましょう。ふふ、探してますね。ぐるぐる回って可愛いですね。そのまま尻尾巻いて逃げちゃってください。あれ？ちょ、ま。なんでこんにちは、ゆすきゆかりです。今回は4人の生存者が1人のキラーから逃げる鬼ごっこゲーム、デッドバイデイライトをプレイしていきます。やったことのない方も楽しめるよう、ゲームの内容についてはプレイしつつ説明をしていきますので、ゆっくりしていってね。まずはゲームの大まかな流れから説明します。このゲームは4人の生存者と1人のキラーから成り立っています。生存者の目的はキラーに倒されずに発電機を修理し、このゲームから脱出すること。キラーの目的は生存者を倒すことです。キラーは自身の能力を使って生存者を叩きのめしましょう。生存者は時には発電機を修理したり、仲間を助けたり、隠れたり、逃げ回ったり、とにかくキラーにやられず、このゲームから脱出しましょう。これだけわかっていれば、見てても楽しめるデッドバイデイライト、ぜひ楽しんでいってね。さあ、早速プレイしていきましょう。とりあえず、めっちゃ練習していい感じにプレイできるようになりました。これで発電機ガンガン直して、キラーの畜生を煙に巻いてあげましょう。ミスりました。でも、まだキラーには気づかれ。にゃー！なんか来た！なんか豚来た！できるできる、君ならできる。なんで諦めるんだ、そこで。日々の練習で培ったチェイススキルを生かして、こんなのちょろっと巻いて。おお、なんと勇敢な心の友よ。ハグしてくれ。ただ、正直に脱出するのは、さすがに怖いので、ちょっと様子を見ましょう。おお、なんか、すごい呼ばれている気がする。ああ、なんと優しい。これが人の温かみというものですね。助けつつ、助けられつつ、人という字は、人が支え。なんか来た、見つかった、あかん。やっぱなんか操作よくわからん。何ロッカー入ってるの？あ、あいつ逃げやがったな。助け合いはどうしたんだ、助け合いは。何が人という字は人が支え合ってできるものや。にゃー！夢を見た気がした。私が生贄にされる夢を見た気がした。きっと気のせい。なぜなら私には素晴らしい仲間がいるのだから。なんと全員揃い踏みじゃないですか。よーし、4人集まれば無敵ですね。速攻で発電機修理して。バカかれ。誰もいないよね。ふいー。発電機ぶっぱでサバイバー全員一網打尽かと思いましたが、なんとかキラーに見つからずにす。なんかピッピなってる。あかんあかん。どうやって取るの？これ壊せばいい感じにすっぽり取れたりしてください。わほー。取れてー。あれ？なんか動かないんですけど。え、これどうすんの？お、しゃがみはできるんですね。ああ、カラスが煽ってきている。でもごめんなさい、動けないんです。なんてお優しい殿方。でも動けないの。ああ、これでついにゲームから脱出できる。皆さん、ご迷惑をおかけしてすみません。せめて、皆さんが無事に脱出できることをお祈りしております。なんか残ってるんですが。